各種類の格子を10個ずつ投げてください。その後に、視聴ボーナスがもらえるから投げてください。さ、全部。よしよしさんとおとい着替えました。これはもう古着系女子、古着系です。これは大阪のスピアっていう古着屋さんで買いました。これは20分までです。ドライフラワー作るんですけども、乾燥してあるやつなんですけども、やばい、これそう、どこだ、これ、みんなからもらったやつ作ります。って言っても束ねるだけなんですけど。こぼれそう。ね、もう乾燥してんの。こんばんは。皆さん、五十カウントと星投げよろしくお願いします。これを私は裂いて結んでお部屋に飾りたいと思います。花粉、これこぼれそう。まあ、裂いてます。これね、かすみ草がね、ポロポロこぼれてくるから危ないの。やばいやばいやばい、飛んでく飛んでく。あ、取れた。これかすみ草です。咲くんですよ。咲いてからじゃないと新しく花束にできなくて、飛んできそうになる。で、多分絶対ね、部屋掃除するときに絶対に花落ちてる。あ、これいい感じ。花を咲いてます、今。ここでやりたいんだけどね。あ、こちら紫です。何本ぐらい取ればいいんだろた。ともやんさん、タコありがとう。今花を咲いてます。 応援します、ありがとう。こうやって取るんですよ。くっついちゃってるんで慎重に取ります。取れた。でも、もうかすみ草こんぐらいでいくか。ミニブーケみたいな作りたいのとか作ります。上から抜いた方が早いですね。うい、簡単だった。作ろう。あ、落ちる落ちる落ちる。オッケー。こんばんは。あ、落ちちゃった。切る。紫と黄色分けます。服は古着屋さんで買った。じゃあ紫から作ろう。ちっちゃい花束にしたいので、この青色のハサミで切っていきます。青色に特にこだわりはない。ハサミってなんか青色多くないですか？普通になんか多い気がする。知らんけど。このね、大きさをね、合わせないといけない。あ、でもなんか、花って同じとこに咲くんだね。あ、カント。切ります。ポン。なんかおしゃれなやつがなかったから、タコ糸で結びます。タコ糸で結ぶ。めっちゃくっついた。何が厄介って、かすみ草がね、ひっつくんです。これはもう
いって。え、でも簡単。なんか元からドライフラワーできてるから、お家でドライフラワーしたんです。カウントありがとうございます。もそやじさん、だるまありがとうございます。これ適当にちっちゃい花束作る。かすみさんっていっぱいあった方が可愛いのかね。花束作るの難しいですね。ちょっと足りないので紫足します。かすみさんはちょっと取りすぎた。あ、五十巻とありがとう。切ります。ちょっとこの子おさらばします。ごめんね。だるまはなんか48の色になっとるらしいです。なんか大阪行った時にね、ドライフラワー買ったんですけど。でこれはみんなからもらった、前回のイベントでもらったやつの花をドライフラワーにしたんですけど、なんか教えてもらったけど忘れちゃった、ドライフラワーのおしゃれなやり方みたいな。大阪行った時に古着屋さん巡り友達としてて、めっちゃ前、もう夏、去年のそこで教えてもらったけど、ちょっと忘れちゃった。味噌足りないかもねえ、センスない。あ、でもよくない、なんかこういうのね。あ、やっぱいいかもしれない。なんかブロカリフラワーみたいに見える。え、これもうちょっとあった方がいいのかな。え、ちょっと過疎化だよね。かすみ草を切る切る。あれ、どっか行っちゃった。うずちゃち、そう、なんか干してたら できるから、干してた花束って結構もらうんですよ。なんかいろいろあるたびにもらうんですけど、そういう時に保管してる。ちょっと干し、これまずはとか言ってたけど時間ないな。咲いてます、花束。ちょ、これねえ、センスないです。でもセンスなくても自分の部屋に飾るだけだからいいよ。こんばんは。タイムラグ、なんだ、刺しすぎてる。え、でもさ、やばい、かすみ草が下に散らばってる。マキアトさん、ハンターありがとうございます。かすみ草めっちゃ下に散らばってるんですけど、やばいやばいやばい、落ちてくる落ちてくる。掃除が大変やだ、抜けちゃった。これほんと新聞紙の上でやればいいんですよ。タコ糸で挟みたいと思います。水がポロポロ落ちてくるんですよ。助けてください。とりあえずもう締めました。もう締めつけて、ちょっとさ、かすみ草かそってるけど、あんまり触るとさ落ちてきちゃうの、ほら。ちょっと結びます、待ってて。今花を結んでます。マッツさん、だるまありがとう。ねえ、リボン結びできない。かすみ草が落ちてくる。あ、いい感じ、できた、早っ。これはちっちゃいやつ、ちっちゃいさ、ドライフラワーあるじゃん、お部屋に飾るやつ、それにする。なんか数ってる、でもあんま触っちゃうとあれだから、これにします。
飾ってるけど、向きは。できちゃう、落ちてきちゃう。できたー。かそ、めっちゃかそってる。でもいいよね。ボムスビ二重の方がいいのか。不器用だからさ、できないの。ねえ、手が震えて。自分ネイルアートみたいな人絶対なれないわ。できた。できたんですけど、ちょっと加速が激しい。じゃあ先着1名様にプレゼントします。こうやって飾るのちょっと背景が悪いけど、1本できたんですけど、かすみ草の後処理が大変ですね。こちら、はい、続いて黄色を作りたいと思います。思うんですけど、今27分で40分まで時間がないです。ないので、もうゆっくりゆっくりやります。皆さん、カウントとコメントありがとう。たくさんギフトもありがとうございます。イベントは26かな。さあ、次は黄色の出番よ。切りました。これ黄色で合ってんのかな、白なのかな。あ、飛んでた。そうです、もう急がなきゃ。お洋服かわいいね。ありがとうございます。これはね、古着屋さんで買いました。スピアってとこです。友達が教えてくれた古着屋さんです。え、なんか今回は決めました。私はもうかすみ草でごまかす。メイク美しく。え、めちゃめちゃ飛んでくけど反抗期かな。ノーリミッツさん、だるまありがとう。なんか見れてるやつしか言えない。ごめんなさい。でもこれ一個で良きな感じ。なんかね、これがね、もうね、あれに見えてくる。カリフラワー。これは花一本にしよう。これさ、縛るときにさ、変なへんてこになるんだよね。なんか向いてほしい方向に向いてくれないね。いける、今だ。タコ糸の準備します。これちっちゃいドライフラワーだよ。これ両手塞がってるからできない。誰か手貸してください。っていうか、カラオケ配信歌ってほしい曲ありますか。唐突。え、なんかさ、4曲ぐらいは決まってるんだけどさ、何がいいかなって。ポンポン、とりあえず巻いたる。みんなコメント してって、なんか歌えそうなやつだったら歌う。紙フレ入ってんのこれ。わかんない。ポン。でも決めた曲あんまりみんなどうなんだ。
今結んでるんですけど、紐が短すぎてやばい。失敗した。なんか言う。みんなが好きな曲は何ですか？でもね、今んとこね、歌おうと思ってる曲ね、そこに載ってない。みんなの切る。切れた。完成しました。え、間に合った？31分。あ、ギリギリ。 見て、でもこっちの方が可愛くない？え、なんだろう、なんかさ、難しい。なんかさ、ちょっとミス、なんか、でもこっちの方がぽいね。もうかそってんだよ。もうちょっとお花欲しかった。で、花の代わりのシーフォニーなかったの。歌おうと思ってさ、先に調べたけど。アレッピさん、だるまありがとう。あ、カレーうどん食べるときはね、あれだよ。服着る、上から。え、よくないですか？どうですか、皆さん。 でも、仮装仮装。2つ合わせたらいい感じよ、多分。ちょっと多すぎる。あ、ちぎっちゃった。隣のかすみ草ちぎっちゃった。2つ合わせたらこんな感じ。なんだろう、初恋の踏切あったっけな。なんかね、ないやつもあって、ショック。花の代わりのシンフォニーないのはいかんわ。 できたよ。なんかこれは飾ろうと思います。え、ちょっと待って。今ね、ここにね、飾れるやつがあるんだけど、飾ってみます。今ちゃんとみんなのコメント読んでるよ。あ、ね、ちょっと待って、これ外カメラにして見えるのかな。撮れた。外カメにしますね。どうやって外カメにすんの。あ、これだ。あれ、見えなかった。 見て、良きじゃない？良きでもね、見えなかった。 落としそう。選ばれたのは紫でした。 黄色ね、もう飾ってあるんですよ、上に。良きですよね。え、めっちゃ良かった。嬉しい。可愛くできました。え、予期なんだけど、なんかおしゃれな女の部屋って感じ。こちらはどこに飾ろうかなって感じ。時間が危ない。金色のキャップ？あ、時計です。これかな。時計だよ。 めっちゃね、この辺めっちゃ飾ってある、いろんなの。もうね、下にね、かすみ草散らばっちゃった。できました。イエーイ。この黄色の花は置く場所がないので誰かにプレゼントします。 嘘だけど。いた。かすみ草がめっちゃ落ちてる。え、めっちゃおしゃれな部屋だよ。女の部屋って感じ。インスタグラマーの部屋って感じ。 いい感じ。できた。うまくできました。ということで、この黄色の花はね、適当に飾ります。なんか上とか。 みんなありがとう。トマヤンさん、服部さん、だるまありがとう。インディーさん、タコありがとう。ケイトさん、ハートありがとう。いっぱいありがとう、みんな。星もたくさんありがとう。もうするね。この時間、5、6、7ぐらいで、やっぱりみんな、追い上げが大事だと思うので頑張りましょう。
私は次ご飯を食べてきます。皆さんご飯食べてください。ちゃんとみんなもご飯食べてね。でもね、次のカバンの中身紹介は最後に使ったカバンの中身を紹介しようと思うんですけど、全然何もなかったから、後半なんかカラオケできたらしますって思ってる。ねえ、かすみさんがやばい。豊さん本当ありがとう。あとちょっとね、ランキング読みます。なんか毎回配信終わったら充電してるから、そろそろさ充電切れそう、切れそうじゃない、バッテリー悪くなりそう。ということでランキング読みます。13位がプリンさん、ありがとうございます。12位がモソエディさん、ありがとうございます。11位がのんちさん、ありがとうございます。10位がミワーさん、ありがとうございます。9位がショウさん、ありがとうございます。8位がノーリミッツさん、ありがとうございます。7位が環境のカンさん、ありがとうございます。6位が影尾さん、ありがとうございます。5位がケンさん、ありがとうございます。4位がかすみそうさん、ありがとうございます。3位がともふみりょうさん、ありがとうございます。2位がヨードさん、ありがとうございます。1位がしゅんすけさんでした、ありがとうございます。めっちゃ足元かすみそう踏んでるありがとうございました。次は38分だもん。次は21時20分からなので、ぜひ来てください。最後に使ったカバンの中身を紹介します。最近ね、めっちゃ軽い掃除機をママが買ったので、それでかけますね。とりあえずまずは拾います。次は21時20分からです。お願いします。みんな星制限解除されたらゲットしてね。服部さん支援します、ありがとう、ありがとうございます。あ、終わる。あ、でもまだ2分あります。でもさ、この25分配信でさ3000人来るのってさ、やっぱすごいよね。イベントの時ってすごいなと思うありがとうございます。ということで、また期待ください。あと1分です。なんか順位読むの早かったかな、頑張ろうね。そうです、この後の3つの時間が大切なので、この3つでめっちゃ頑張るのね、頑張ろうね試験ありがとう。あ、あと30秒、また来てください。次の枠もお待ちしてます。ね、聞いてください。ここのハート今日取れてめっちゃ汚い、ボンドでくっつけたっていう、どうでもいい話ありがとうございました。みんなもご飯食べてね。で、このさ、ちょっと、あ、中指になっちゃった。これさ、このさよ、汚くなっちゃった。あ、終わります。ありがとうございました。バイバイ。